何これ？こんにちは、マカロニです。コールオブデューティー、ウォーゾーン 2.0、シーズン3がやってきたわけなんですが、早速起動してみたら、なぜか強制的に英語版になってしまい、しかも変なブザー音が鳴っておかしいぞって方いませんでしょうか。この状態です。僕はプレステ4で起動し、これに遭遇しました。起動し直してみたら、さらにこんな状態になりました。デフォルトの言語は英語にセットされました。日本語で起動し直したいですか？という、なんとも上からの文言が出てきました。しかし、イエスを選択しようとしても、ノーしか選べない仕打ちを受け、腹が立ちました。仕方ないので、英語で起動してみることに。プライバシーポリシーをスクロールさせ、上のボタンを押してみます。長いロード画面を待つと、シーズン3のムービーが流れました。せっかくの新しいムービー、日本語で聞きたかったのですが、英語で再生される、この仕打ち。後で見返す機能があったら日本語版で見たいので、誰かコメントで教えていただければ嬉しいです。はい、とりあえずゲーム自体は設定より日本語に変えたら日本語版になりましたので、やってみましょうか。ロビー画面まで来たら、プレステの場合はオプションボタンを押します。 R1 ボタンを押して歯車マークの設定を選びます。そして下の方、インターフェースを選択します。ここのちょっと下に、ランゲージセレクションというのがありますので。真ん中のジャパニーズを選択します。そしてイエスを押します。すると、いつもの日本語表示で再起動されます。同じ症状でお困りの方は、試してみてくださいね。まあ、ちょっとしたバグであると思いますが、気になったのは、さっきのイエスを選択できなくされてたところ。何かの圧力なのか、おまくになのか。皆さんはどう思われましたか？コメント欄に何でも書いてみてくださいね。はい、そんなところで今回はここまでにしたいと思います。お困りの方へ少しでも参考になれば幸いです。以上、マカロニでした。